夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる夢追い人の釣りの旅。ソルトゲームの中でも過酷な条件といえる荒磯から大型青物を狙うショアジギングに、ここ数年ルアーマンたちの関心が集まっている。それはなぜなのか。自分でポイントも選ばないといけないというところで、船から、自分が操船してやるとかじゃなしにね、組み立ては基本的には自分で組み立てるという釣り方を、その楽しみ感。来た。でも取り込みに関しては磯では方がリスクは高いんやけど、魚をキャッチした時の達成感だったりとかね、ちょっと危ないわ、あそこ行ったら生かしたらダメだっていう、そのスリリングなところも楽しみの一つですかね。福井県在住の中山孝夫さん、主に西日本の磯釣りフィールドでこのゲームの魅力を広めてきた一人だ。釣りの世界にショアジギングという分野が知れ渡る以前から、彼は磯に立ってメタルジグを投げていた。その中山さんが島根県の七里港に来ていた。これから日本海屈指の磯釣り名所沖諸島に向かう。こっちの島根半島の方もよく釣れてるんですけど、沖の方まで、今年は全体的に、釣果がいいような感じです。もともとは兵庫県出身の中山さん、男女群島や五島列島、四国の西海など超有名フィールドのほとんどを攻めてきている。沖の磯も実はかなり通い詰めた馴染みの釣り場らしい。最近福井になってからペースを落ちたんですけど、大体普通年やったら大体週1のペースで来てたのが、ヒラマサもそうですし、イシダイもマダイも沖の釣れますし、七里港からおよそ1時間半、目指すは沖の荒磯。大型ヒラマサとのパワーゲームをイメージして中山さんは燃えている。島根半島の北方およそ50キロ海上に位置し、大小180ほどの島々からなる沖諸島は大きく南部と北部に区切られ、それぞれ島前島後と呼ばれている。磯が豊かなのは対馬暖流の恩恵。青物、上物、底物を問わず磯釣りターゲットは多種多様だ。一般的には空路やフェリーで渡るが、渡船屋さんに予約すれば磯直行大型高速船が利用できる。4オンスのジグをやれるタックルと、あとトップウォーターで、60グラムぐらいのトップウォーターを使える竿でいきます。で、PE は基本はジグは4号、プラグの方は6号でしょ。ジグ用で使っているのが 9.6 フィートです。96っていうサイズ、プラグを使う方は11フィートの少し硬めの竿。ショアジギングは縦、横、斜め、立体的に探る釣りだから、通常トップウォーター用のセットも用意して確率向上を図るわけだ。フックはちょっと初め小さめのから、5番、小さい、ルアーって言ったら小さいんですけど、フックで言うたら大きいから。リーダーってこれ何ポンドぐらい？これ100ポンドですね。これが切られるぐらいのやつがかかってほしいんだけどね。トップオーダーで探ってみます。中山さんは最初は大抵トップウォータープラグで表層を探る。状況がね、やっぱり目で見て分かるのがトップやし、風が高いやつがおれば、特にトップに、このサイズのトップに出る魚ってでかいから。確かに18センチルアーなら10キロクラスがバイトする可能性も高い。釣り慣れた磯で地形も把握しているので
攻め方の手順に迷いはない。駆け上がりのポイントなんですね、ここ基本的には。で、魚がすごい、やっぱり大きい魚が寄ってくるとこですね。ここで上げたのは90ですが、あのかけたのもっと大きいのがおって、あのやりせっていうのが入ってるのかな、この沖に。そこの精鋭に入って引っかかるんですね、絶対に魚が。結構まあ沖の中でも一級の大物ポイントかな、ここね。餌の人やったらここで釣れる塩っていうのが決まってるんですね、こっちに入る塩なんですよ。ただルアーの場合は逆の塩でも狙えるんですね。しかしあらゆる角度に30頭ほどキャストしたが、トップに反応は出なかった。そこでジギングに変える。これは105グラムです。うん、一般にショアジギングっていうのはそのだいたい防波堤とか近くの人なんかはそんな水深あるとこないからあんまり重たいのいらんけど、ここらはまあ水深20メートルから30メートルの間のとこには100グラムぐらいで走る潮の時の方が釣れるかな。だけど実際は防波堤とかでねやってるのは40グラムとか60グラムのジグっていうのがやっぱり一般的に使われてますね。中山さんのメインの狙いは10キロヒラマサだから、ジグは80グラム以上でタックルもヘビー傾向。これを投げ続けた力仕事も報われず、初日の3時間は過ぎた。珍しくボンベタなぎですね。夏はねこういうこと多いけど、まだこの時期若干ね覇気があるんやけど、やっぱ覇気があるのともそうやけど、やっぱり潮が一番ですね。朝から動いてないって聞いてたんですけど、ヒラマサの回遊する確率の高い島周り、この大森島とか、二俣島、あとね、星の神島とかもあるんやけど、まあ明日は二俣、あそこの見える二俣を行ってみたいなと思ってるんですけど。渡船には協定があり、同然の磯に渡してくれたのは中之島の船、港そばの船宿さんだ。民宿に今日は泊まる。あ、そうです、はい。これは民宿の車。民宿の前、崎野さんの車。あそこですね、民宿。いつも沖の時は泊まられます、うん。取材の時は泊まりますけど、プライベートで来たら磯泊まりします。釣り一本やりで沖に来る釣り人のほとんどは磯に泊まって夜も釣る。磯泊まりができない場合は港の堤防でテント泊を決め込む人たちもいる。その光景、釣りの島沖では当たり前になっているという。2日目は前日に先客がいて乗れなかった名勝二俣島に向かった。当然中山さんは朝一一投目から大物狙い、そのためにこの磯を選んだ。やっぱりちっちゃいのを取りに来てるんやったらこのエリアに来ないやろうし、自分が狙ってるそのレコードを狙ってるとかじゃないし、納得いくサイズ、ヒラマサやったら僕5キロサイズ80センチ5キロぐらいのね魚がやっぱり面白いと思うんですね。それが60センチでも70センチのヒラマサでもいいけど、やっぱりその平政本来のその楽しみっていうのは当たりからファイトまでね、取り込みまでやっぱりどうかな、やっぱりそれぐらいのものを狙ったいなと思います。この日もトップ探りから始まったが、潮が動かず反応もなし。数頭でジギングに変える。カラーは何を選ぶのだろうか。水の色なんでしょうけど、基本的に僕はもう全てグローピンクっていうのをよく使うんやけど、水色とかそういうのに関係なく。そやけどどうでしょうかね、ピンク系のちょっとものが結構ヒットするのが確率が高いような気がします。まずですね、キャストするときね、リーダーの部分をなるべくね、ピーとリーダーをね結んでる、ここがあまりガイドに干渉しないように、垂らしを長くします。で、重たいもの使ってるんで急にね、ゴンって止まって引っかかったりすると竿が折れたりとか、
糸が切れたりするのでなるべく垂らすように長く、それとね竿の弾力で投げるというよりか振り子の原理で投げると、振り子の原理も使いながら最後だ竿の弾力でビュンと飛ばす、こんな感じで完全にねロッドに思いっきり乗せてるのではなくね、ただ振り子 の、原理で飛ばしてます。それと、投げてからですね、軽くラインをね出ていくのをこう手で止めてるというかね、サミングしながら、急にねラインがドボッと出たりとか、するのを抑えたり、あとフォール中のあたりをこれで取ってます。あとね着底してから、数回この、そこからガーッとルアーを離します。そこからワンピッチ、じゃあをやるっていうのが基本的なやり方。それとね最近ちょっと疲労疲れてきたりすると重たいジグ使ってるんでかなり体力が消耗してきます。という時はねだいたい腰に当てたりお腹に当てたり、足にこう当てたりとかしてこういうジャークですね。しんどくはないんですけど、こういうのにしかヒットしない魚もいます。ジグに反応がなければ再びトップに変更、一日中これを繰り返す。これもねジグ同様ね 60g もあるルアーというのと、あともう一つですね、リーダーを少し長めに取っております。もちろん リーダーもその一つルアーの一部であってね、フロロカーボンのラインが水になじんで沈んでいくっていう、のを使ってこのルアーをコントロールしてます。なので、まあ、ちょっと垂らしをね、長めに大体もうこのままこうして手に取れるぐらいのところで大体僕はキャストしてます。で、垂らしを大体これぐらい出して同じように振り子にして、ダフィングを使って投げます。で、着水したら糸付けを取りまして、まず、こういう形で立ってるんですね、今海の中で。それをポンと引くことによってこう入るルアーアクションをさせます。で、ダイビングベンチルはこういうジャークをする釣り方でも釣れるんですけど、今やっぱり一番よくヒットしてるっていうのが、一回グッと水の中に入れてグリ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 と巻いてくる、グリ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 と巻いてくる、こういうやり方で、ダイビングさせて、使っております。で、ルアーが浮き上がってくると同時にもう一回ジャークを入れて沈みますと、浮いて止まってる状態を作ると結構見飽きられるので、常にルアーが、こう浮いてくる瞬間にまた入れると、だからあんまりこのステイ立ってステイの時間をあんまり作らないようにします。休まず投げ続けたが二俣島の潮が動かないので大森島に急がえした。しかしここもトップは反応なし。すぐにジギングに切り替えての探りと攻め。しまった。当たった。うわあ。ちょっと初め当たりってわからんかったんですよ。さすがに久しぶりに当たるとちょっとって思った。食いが浅くて痛恨の乗せ損じ。ところで雨が来そうだが。この釣りではどんな条件が望ましいのだろうか。晴天で多少波があり、やっぱ潮が流れてるのが分かる、流されるっていう、こうホール中なんかで流されていくっていう感覚がある時ですね。あとやっぱり 上潮だけが流れてるんじゃなくて、やっぱ底潮が動いてる時がちょっと油断すると根掛かりしやすい時とかね。あとやっぱりもうそのなんちゅうかな、やっぱりいくらそこで釣っててもなんか表面に出てきますよね。なんかボイルなりその魚の気配というのが追われてるとか。潮が動かないながらも中山さんは着実に魚に近づいている。隠岐諸島島前の磯でショアジギングに打ち込んでいる中山さんは、実はブラックバスでルアー釣りを始めたそうだ。ソルトゲームに魅せられたのは G
18歳の頃。衝撃やったのはやっぱりあの船から、当時船からやったんですけど、あのシイラが、船から狙って、釣った時に、海のルアーってなんてすごいんだろうなって、強さですよね、やっぱり海の魚は大きいし走りが全然違うし、ね、そのルアーをバイトしてくれる、そのアグレッシブなその、ね、姿が、すごい魅力的やったですね。シイラから10年以上を経て、ショアジギングを始めた当時は餌釣りではないというだけでかなり邪険な扱いも受けた。しかしめげずにやり続け、実績も上げて船長衆の理解を得たという。大森島からさらに星神島に磯を変え、トップを探るが何事もない。ここも一級磯なのに、やはり潮のせいか、トップだ、反応ない。ジグにチェンジ。磯釣りとしてはヘビーなタックルで、一日中投げたりしゃくったりは重労働だが、青物との劇的な出会いを思えばそれにも耐えられる。あー、でかくないな、これハマチやな、これ。お、結構やるか。あれに入った。あ、小さいヒラマサやね。中層付近ですね。発生はそんな悪くなさそうな感じ。そうやね、今の感じやったら、ただ大きいか小さいかだけで。ようやく現れたヒラマサは思いのほか小型だった。しかしこれまで苦労の釣りを続けてきたから、小型でも嬉しい一匹。この後の連発はあるのだろうか。まあ、潮はもうあまり釣れない方向のこっち側に流れる潮ですね。あの坂潮と言われるやつなんですけど、ほんまはね、向こう向いて走っていく潮に乗せてこっち側に投げたら、ね、よく当たるんですが、潮って、まあ、底潮が行ってる時というか、行ったり止まったり行ったり止まったりする時がいい。あの本潮方向に行ったっきりの潮って釣れなくて、なんか行ったり風で振られたりちょっと止まってみたりとか、強弱がある時の方が、また潮があったって言うてる時の方が釣れるかな。ただ今のみたいな小さいちょっと小型の魚っていうのはあんまりそんな関係なくて、一個釣れたらババババって釣れるんやけどね、普通は。やっぱりあんまり良くないですね。海がこう綺麗に見える時はよろしくない感じです。少しでも潮が効いているところを探すが、ない。暦では潮回りがいいはずでも、現実の海は違う。よくあることだ。最後の期待を込めて二股に戻った。二股島は大島と小島に分かれていて、大島の先端部は潮の通り道に最も近い。それで超一級磯とされている。ちょっと海の様子がだいぶ変わってきた。ちょっとチャンスはチャンスやけど、本命の潮がちょっと行き出してる。行き出してるし、だいぶなんかぐるぐると回ってるような気がしません。せやけどまだそこの方は来てないんですよ。よっしゃ。ああ、これも小さいな。ちょっとヒラマサじゃないかな。ちょっと違う魚かな。西ではハマチ、
東ではイナダと呼ばれるサイズの若いブリ。若干先動いたからどうかなと思ってたけど、あららら。こういう状況の時で何かその気にすることっていうのはあるんですか？そうやね、諦めずにやるってことやね。ねえ、もう本当にね、ちょっと状態がいいって感じ。大きく差が出るのはルアーの動かし方になると思うんやけど、こんな状況でもね、もしかしたら違う人がやったら釣れるとかいうのもあるかもしれない。あんまり動かしすぎたらあかんとかもあるし。せやけど、その状況っていうのがね、分かるまではいろんなことしてみなあかんねんけど、やっぱり自分が一番釣れた動きになるんかなと思う。状況次第でひどく苦労させられるのは覚悟の上。中山さんはあくまでも磯にこだわる。そうですね、磯ってね、まあ、どこも磯じゃなくて、その磯でのここのポイントが釣れるとか、そういうのは、自分で探っていく。こうやって磯ありますけど、やっぱり釣れるとこっていうのはやっぱりこの中のどこかなんですよね。その何歩どこ掘っても釣れるってわけでなしに、そのポイントを探し当てるところの楽しみかな、うん。終了1時間前となってしまった。元気な青物がガツンと来るその瞬間に備えて、中山さんはひたすら集中している。まだブリか。そこ上げますね。メジロですね、はい。狙ってる魚とは違うんですけど、まあ、あの坂潮のこういった時はこの魚が多いかもしれない。まあ、あのヒラマサとは似てるんやけど、引きとかがね、やっぱりヒラマサとはちょっと全然違うというか、魚が何であれね、小さくても根魚であってもね、仮にメバルが釣れてもイサキが釣れてもまあね、なんだって言いながらでもやっぱりどこか嬉しいところがあると思います、はい。それは本心だろう。西ではメジロ、東ではワラサと呼ぶサイズを仕留めた。4キロクラスでも舞台は磯だから迫力十分と言える。そして磯上がり10分前、潮が変わったことで磯際に異変が起こる。うわ、あ、いっぱい、あ、ヒラマサ、ヒラマサ、でけー、でけー、でけー、めっちゃでかい、めっちゃでかい、めっちゃでかい。ついに姿を見せた狙いのサイズ、特大のヒラマサ。うわ、あれはでかいね、メータークラスで、ね、楽勝で最後に最後でやってきた。今のめっちゃいいサイズだね。時間切れ、残念。最後の最後に目標の魚がねえ、くそ、あ、急いで片付けましょう。あ、もう場所もあるし潮もあるしね、その人の技術もあるやろから、それでもまたやっぱり何日かしたら行こう。そうやね、釣れんかっても、やっぱりなんか忘れてますね、悔しいことが。あのヒラマサももちろん、まあ、大きい、ね、20キロ、30キロというものが、その釣り方を確立できる、自分だけが釣るんじゃない、その釣りを釣り方を確立させることですね。あともう一つやっぱりみんな夢っていうか、ルアーマン、磯から投げるルアーマンの憧れと、おそらく最終的にはショアマグロだったりするんじゃないかなと思うね。
まあ、これはね、男女群島とか行けばね、結構確率が高いものでしょうけど、まあやっぱり30キロ、40キロの、ね、キハダなり、ね、クロマグロを釣ってみたいなと思います。初めた頃の逆風に屈することなく、ショアジリングという分野を確立した業績、中山さんは誇りを持っている。磯のニューゲーム、ショアジリングはこれからさらに発展し、充実していきそうな勢いだ。